けど分からないのが、ノブ長が日本に来た目的。そもそも転入世界のゲーム化は乗り気じゃなかったのに。上司として心配だったからじゃないんですか？いや、それはない。私は彼女の敵とみなされてるから。私への敵対心が皆さんにも向かってしまって本当にごめんなさい。どうかしました？冬さんが謝るところ初めて見た。でも昨日の報告は満足してもらえたじゃない。そうですよ、スタッフィングにも満足してましたし、そんなに心配することないんじゃないですか？ありがとう。やっぱり心配？もしもロブ長が私の足を引っ張るために来たとしたなら、ゲーム化を潰すことが目的のはず。そんなことするためにわざわざ日本に来るかな。だから他に何か目的があるはず。心配しすぎる性格、ちっとも変わってないね。このネックレスって昔一緒に買ったやつだよね。あら、見てこれハート。うん、わあ。冬はもう捨てちゃった？うん、私も持ってるよ。本当？今度つけてくる。そんなことしたらみんなにバレちゃうでしょ。いいよバレても。お前新藤さんがさ、なんかわけわかんない金額の領収書持ってきてさ、まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。